酷評されてしまったアニメを実写化した映画パート1暗殺教室。アニメが完結する前に地上波でネタバレをしてしまったことが話題になったこの作品。特に原作ファンからの評価が厳しく、ストーリーがただの総集編であり、クラスメイトがモブ化してしまった点が批判されている。評価批判されてしまった一番の理由はキャスティング。アニメが大人気であったことから、登場人物のイメージがアニメキャラに固定されてしまった。そのためアニメファンからキャラクターのイメージと合わないと批判されてしまった。特にチタンダエルは実写だとアニメとイメージがかなり違うと感じるかもしれません。ブリーチ。ストーリー構成とキャスティングが批判されている。特に原作をねじ曲げてまで人気キャラクターを出演させたせいで、話の流れがおかしなことになっている。4月は君の嘘。そもそも映画にすべき作品ではなかったと言われている。何気ない日常のシーンの連続が後のストーリーに大きな影響を及ぼすため、圧倒的に尺が足りていなかった。ぜひともこの作品はアニメで見ていただきたい。続きはコメント欄へ。